サティア・サイババ。実際に人間にはどんな能力があるか想像もつかないという恒例に、インドのサティア・サイババの話があります。サイババは2011年4月に亡くなりました。サイババはVIPルームに人を呼ぶそうです。20人ぐらいの人を呼び込んで、そこで話を聞き、質問を受けたりする。ある時、15人ぐらいのヨーロッパからのグループがあった。そのグループの女性の一人がこんなことを尋ねた。サティア・サイババ、あなたは時計を出したり、物を出したり、ペンダントを出したり、ブローチを出したりする。そういう物を出すことができるけれども、生き物を出すこともできるのですか？と。するとサイババが、できる、と答えた。では、今出してください、と女性が言った。するとサイババは、ちょっとうるさくなりますが、いいですか？と言って、手を斜めに合わせた。その手を30センチから40センチほど開くと、そこに猿が一匹いたそうです。宇宙空間から猿を一匹出すのに、両手を揃えて、パッと開いたら、そこに猿がいたというのは、見事な出し方です。例えば、小説家が、そのような状況設定で、生き物を出す場面を書くとしたら、どうするでしょうか。両手を合わせて、開いたらそこに猿がいるなんて、なかなか思いつかない。サイババは、そのような状態で、猿を出現させたそうです。その後猿は、サイババの手からぴょんと降りて、部屋中をギャーギャーわめいて飛び回ったそうです。みんなが迷惑して、大騒ぎしているので、お願いした女性が、サイババ、わかりました。もうわかりました。猿をおとなしくさせてください。静かにさせてください。と頼んだ。するとサイババは、あなたのバッグの中にバナナが一本あるから、それを与えなさい。と指示した。私はバッグにバナナなんか入れた覚えはありません。今日も、昨日も、一昨日も。ですから、そんなものありません。と、女性が言い返した。中に入っているから、開けてみなさい。と、サイババ。女性がバッグを開けてみると、バナナが一本入っていた。女性がバナナを与えると、猿は静かになった。静かになったところで、サイババが手を差し出し、猿がその手の上に足を乗せた。そこでサイババが猿の頭を押さえると、ポンという状態で猿がいなくなったそうです。事実は小説よりもきなりです。サイババは、もしかすると 85% の領域を使っていたのかもしれません。人間にはどんな力が隠されているのか、本当のところはわかりません。